こんにちは天板アカデミー堀秀です最近ね、アマゾンで、えー、広告がよく流れてきたり、あるいはフィッシングメールなんかが来るんですけど、またフィッシングメールがね、えー、より紛らわしくなったんで、えー、注意喚起ということでお知らせします。基本的にメール来たらね、えー、メールのリンクはクリックしない方がいいです。まあ、これはどこから来たのにもかかわらず、まあ、例えばアマゾンであれば、 アマゾンからメール来てなんかね、えー、アカウント見直してますというようなことが書いてあると、驚いてクリックしちゃったりするんですけど、まあ冷静に考えるとね、えー、何か問題があるならセラーセントラルに、えぇ、ー、表示されてますし、セラーセントラルはね、えー、毎日ログインしてると思いますんで、セラーセントラルで何もなければね、これは詐欺メールであるという可能性が大きいです。まあ心配であれば、ね、えー、ご相談ください。 何しろメールが来てね、えー、すぐにクリックというのはやめてメールが来たらまずセラーセントラルを確認するとそして、えー、このメールは、えー、Amazon からのメールでしょうかというふうにね質問していただければと思いますでまず以前来たメールはね、えー、画像が入ってなかったとで文面はねあなたのアカウントをレビューしてますとでリンクをクリックしてということでこのリンクをクリックするともうね、えー、売り上げも アマゾンの API を使ってね、詐欺メールを送ってるでしょうね。売上もほぼ、えー、合ってる、このセラーセントラルという画面が出てきますんで、セラーセントラル、セラーセントラルか、セラーセントラルの画面出てくるんで、まあ、びっくりしてね、あれこれ、えー、アカウントナンバーとか入力しちゃう。 ケースがあるんですけど、これね、えー、非常にログイン、パスワード、メールアドレス、アカウントね、ねあれこれ抜かれたらね、い、え、ろ、ー、んな他のログイン情報なんかも悪用されますし、Amazon のアカウントを乗っ取られる可能性もあるんで、非常に危険です。で今回来たメールね、ねご丁寧に Amazon の画像を入れました。ねこんな風に。で文面は似たり寄ったりなんですけど、何しろね、えー もうアピールしろと。レビューに入ってるからアピールしろとなるってるとね、このアピールとかレビューっていうのを検索すると、アカウントサスペンドとか削除っていうね、検索結果出てきてびっくりしてリンククリックしちゃったりするんですけど、詐欺メールです。メールのリンクはクリックしないように。文面一応貼っときます。リンクだけはね、無効にしときましたけど。今回、この画像が来て、 えー、発信元のメールアドレスは、まあ、セラーパフォーマンスアット BI、えー、Amazon.com と。この Amazon.com っての、ね、みたら Amazon だと思っちゃいそうなんですけど、この BI って入ってるんでね、えー、全然 Amazon とは関係ないところから送ってます。えー、そんな形で、えー、Amazon のフィッシングメール、新しい情報でね、以前は画像がないんでおかしいというふうに言ったんですけど、しっかり画像を入れてきましたんで、えー、Amazon からのメール、 ね、クリックしないように、ね、セラーセンターでチェックして、えー、セラーセンターの中で対応するとで。メールのリンクはクリックしない。これはね、a z o n に限らず、えー、大抵、えー、メールのリンククリックするとね、ろ、え、く、ー、なことにならない場合が多いんで、クリック前にね、えー、相談していただければと思います。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。